この動画では YouTube のコメント欄や私の LINE アットにいただいた質問やコメントに回答していきます。ご視聴いただきありがとうございます。八野でございます。今回は久々のコメント回答動画で、いつもねコメント回答動画のトップで、ビットコインとか為替のね、あと株価の表示してたんですけども、これ久しぶりで、なんか前回が1月末ですね。はい、1月30日はビットコインまた600万とかね、円高もまだ140、あ、円安も147円っていうところだったんですけど、株価もねこの辺の数字で、やっぱりね4ヶ月くらい経つとこれくらい変わるんだなっていうことで、月1くらいでねやっぱこういうの残しとくとね、数年後にあこんな感じだったなって見れるので、ちょっとね月1くらいでコメント回答動画は撮りたいなとちょっと思いました。はい、じゃあですね、今日のはいコメント回答動画のメニューですけども、この7つですね。アップロック、フリービットコイン、フォーセットですね、フリー TRX、 これもフォーセット、イエスコインはテレグラムアプリですね、あとフリー LTC、 これもフォーセット、ゼウスネットマイニングアプリ、セリアマイニングアプリですね、この7つについて解説していきます。はい、まずですね、アップロック、最近マイニングができないのですが、なぜですか、原因わかりますかということなんですけれども、私の方はですね、特に問題なくマイニングできていました。で、このアップロックなんですけれども、基本ほったらかしなんで、私もね、ほとんどアプリ立ち上げてないんですけれども、ちょっとこのコメント見て立ち上げたら、普通にね、マイニングできていましたので、はい、で、結構ね、マイニングアプリとかね、よく繋がらないとか動かないとかログインできないとかあるんですけれども、大体はですね、アプリ再起動したり、あとはスマホの電源をオフオンしたりすると治ったりすることも多いので、まずはね、はい、ちょっと一通りやってみてくださいと。で、その辺ね、コメントで返したら、アプリを一度インストールし、再度インストールしたら正常に戻りましたということなので、ね、まずはですね、人に聞くっていうのも手段なんですけども、まず自分でできることからやってみて、それでダメだったら人に聞くっていう風にした方がいいのかなと思います。はい。で、チェックするポイントはここですね。アプリがもしうまく動かない場合は、まずは再起動してみてくださいと。あとね、通信が悪い時もありますので、Wi-Fi と 4G、5G 切り替えてみて、様子見てくださいと。で、それでもダメだったら、スマホのね、電源一回オフして、オンしてやってみてくださいと。で、それでもダメだったら、ちょっとアプリのバージョンが古いかもしれないので、アプリのね、最新バージョンに更新してくださいと。で、それでも調子悪いっていう時は、もしかしたらね、スマホのメモリがいっぱいで、うまく動かないっていうことありますので、いらないデータ削除して、メモリをね、開けていただいてやってみてください。で、それでもダメだったら、ちょっとね、アプリの再インストールをお願いしますと。で、再インストールするときはね、ログイン、パスワードとかはしっかりね、メモった上で、あとは、暗号通貨とかね、は、パスフレーズとかしっかりメモった上で、再インストールね、しないと、二度と、アクセスできなくなったりとかするので、ちゃんと再インストールするときは、しっかりね、インストールできるようにパスワードとか、パスフレーズとかはメモした上でやってくださいと。はい。で、それでもダメだったら、これはね、もう本当に運営側の不具合かなと思いますので、この場合は待つしかないと。で、この辺の情報はですね、Twitter、Telegram、Discord とかやってれば、その辺見ると、大体ね、不具合情報載ってたりするので、あとはね、それでこう周りに一緒にやってる友達がいれば、周りの人はできてるのに自分だけができてないっていうと、個人の問題になるのかなと。で、周りの人もね、やっぱり今日は繋がんないって言ってるんだったら、もう運営の不具合としか考えられないので、それは本当にね、待つしかないのかなと思います。まずね、これをね、ご自身でね、1番から5番黒丸くらいまではご自身でチェックできる項目なので、これをやってみた上で、ちょっと周りの人の様子を見るっていうのも一つの手かなと思います。はい。で、二つ目ですね。失礼します。フリービットコインがアドレスもパスワードも変えていないのにログインできなくなりました。これって自分だけでしょうか？問い合わせても連絡一向にないですということなんですけども、私の方はですね、問題なくできていますので、多分ね、個人の問題かと思います。で、フォーセットサイトもよくね、こういうログインできないっていうのはあるんですけれども、フォーセットサイトにログインできない場合、大きく2つのことを考えられますと。まずはね、サイトメンテナンスとか、あと運営側の不具合ですね。はい。で、これは本当に、
メンテナンスだったら待つしかないし、まあ問い合わせていただいて何かしらね、回答があればっていうところなんですけども、まあ私の方はうまくつながってますので、もうこれはね、サイトメンテとかではなくて、まあ個人的な問題なのかなと。で、結構ですね、フォーセットサイトね、バンされたりすることありますね。で、条件がいくつかあって、まあ一定期間ログインないとね、バンされますよっていうのと、あとはやっぱ規約違反ですね。結構この辺厳しかったりするので、複数アカウント作っていたりとか、VPN 経由していたりとか、あとはサイトによってはポップアップブロックね、これを止めていると、まあ、バーンまでいかないけど、ログインできないとか、うまく動かないとかありますので、もしかしたらちょっと規約に違反しちゃってる可能性はあるので、ね、その辺ちょっと確認していただくしかないのかなと思います。ちょっとね、私の方ではこればっかりは、どうにもできないので、まあ、ちょっとこの辺の原因が考えられますよというところで共有しておきます。はい。で、3つ目ですね、トンコインの方に、コメントあったんですけれども、まあ、トンコインの方セットできたんですねということで、そういえばフリー TRX の方がつながらなくなってしまいました。八野さんの方はどうでしょうかということで、これはですね、私の方もつながらない状態が2日3日くらい前から続いてるのかな。なのでこれはね、私もそうですし、このコメントいただいた方もつながらないということで、まあこれは本当にサイト側の問題、運営側の不具合なのかなと思います。でこればっかりはね、やっぱり待つしかないので、まあこの方は問い合わせはしてないのか、はい、問い合わせ、まあこういう時って問い合わせしてもなかなかね、運営もいろいろやってる中で忙しいと思うので、問い合わせしても返事が返ってこないってことはあるんですけれども、まあね、そういう時はまあツイッター見たりとかね、情報収集するか、まあ情報収集してみたけど、特にね、載ってなかったよっていうと、もう本当に待つしかないのかなと思います。ただね、姉妹サイトでフリービットコインとかフリーイーサリアムとか、他の姉妹サイトはうまく動いてるので、まあね、飛んだとかっていうことはないと思います。もう本当に単に不具合で止まってるだけかなと思うので、まあ1週間、まあ場合によっては1ヶ月とか、はい、様子見ていただければと思います。はい、そして4つ目ですね。こちらは、タップの方のイエスコインはもう終わってますか？テレグラムのリンク先でも反応ないですということで、全然問題なく私はね、タップコインのタップできてますので、はい、どうしたんだろうなと思って、ちょっとね、いろいろ調べてみたら、どうやらですね、このリンクがね、変わっていましたということで、以前はこちらのリンクだったんですけれども、新しいリンクは、このリアルっていうね、文字が追加されていましたということで、ちょっとね、私もここ、いつの間に変わってたのか気づかなかったんですけれども、なので、ちょっとね、これから始めるっていう方は、こちらのね、下の方のアドレスですね、この動画の概要欄にも載せておきますけれども、新しいリンクで、はい、やってみてください。もしくは、この QR コード、新しいリンクで QR コードを作りましたので、こちらの QR コードを読み取っていただければ問題なくね、イエスコインつながると思いますので、試してみてください。はい、そして5つ目はですね、フリーライトコインですね、freeltc.com なんですけれども、はい、こちらがですね、これも3日4日前くらいからかな、つながらなくなりましたということで、ね、これ結構ね、問題なくずっと出金できていて、私もずっと使っていたので、ちょっとね、ここに来て、まあ、飛んだということはないと思うんですけど、多分ね、メンテナンスだと思うんですけれども、はい、ね、1週間くらいずっとこの状態続いてますので、ちょっと心配なんですけれども、やっぱりね、これまで結構、やっぱり2年くらいずっと稼いできた実績のあるフォーセットサイトなので、まあね、飛んでほしくないなと思いつつ、まあ、こればっかりはね、待つしかないので、今現在はこう、1週間くらいつながらない状態が発生してますよということで共有しておきます。はい。そして、ゼウスネットなんですけども、こちらもね、昨日つながらない時間帯があったんですけども、今日はね、うまくつながってますので、まあ、運営側の不具合ですね。はい、これ本当に待つしかないんですけど、ゼウスネットはですね、本当に月に 1,2 回はつながらない時があるっていうね、ちょっと調子悪いアプリなんですけど、まあね、結構でも、プロジェクトとしてはね、ベイビーゼウスコインとか出したりとか、まあそれなりに、ちゃんと動いてるので、まあ私なりには期待してやってるんですけども、まあね、月 1,2 くらいで、毎月つながらない日が何日かあるっていうところ、こればっかりはね、ちょっと改善してほしいなというところで、はい。今日はね、つながってますので、はい、やってみてください。
はい、そして最後ですけれども、セリアですね、こちらがですねアプリのアップデートがあってアップデート後につながらなくなるっていうねちょっと調子悪い、はい、現象が起きてましたと。でこればっかりは本当にね運営側の不具合だったので待つしかないんですけども、昨日の夜からかな、はい、つながってうまくマイニングができるようになりましたので、ぜひですねアプリ更新していただいてやってみてください。はい、で新しいアプリね、多分更新するとまたサインインからやらなきゃいけなくなってると思いますので、まあ、登録したね、E メールアドレスとパスワードでサインインしてくださいと。はい、で、サインインするとウェルカムって出てきますので、ちょっとね、前とデザインが変わってますので、あれ、どっからマイニングするのって思うんですけども、ここですね、ここにマイニングボタンありますので、こちらタップして、はい、このでっかい丸をタップしていただいて、マイニング始まりますと。で、ちょっとね、私、さっきやった時によく見なかったんですけども、前ね6時間12時間24時間って選べたんですけど、今回なんか選べなかった記憶で、もう押したらね6時間の、はい、カウントダウンが始まりましたということで、もしかしたら今回のアプリ変更で6時間しかできないという仕様になったのかもしれないので、ね、その辺もちょっと確認してみてください。はい、ということでセリアがねまともに動き出しましたので、またねセリアやってないという方はぜひ、ね、こちらの QR コードを読み取っていただいてアプリダウンロードして始めていただければと思います。詳しい、ね、遊び方登録方法こちらの動画で解説してますので参考にしてください。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方はいいねボタンをお願いします。またこのチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。